Hi, this is K さん。社畜どもは頑張って働いていますか嫌な上司をやっつけるためには、南部式英語を覚えるのが早いですよ。いつでも社畜の味方の。南部式英語教室今日のビームはこれ。やはり暴力 暴力はすべてを解決する。すべての問題を解決する方法が浮かんでしまった時によく使う言葉ですね。南部人は常にこの考えですから安心してくださいね。ブラック企業に悩む皆さんは過労死する前にまずこの考えを 持ちましょうね。<noise> violence after all.violence solves everything. 解説。this could be divided into two parts.violence は暴力。after all これはやはりの意味のイディ o ムです。after all これはすべての後。 訳しますねつまり、すべてが終わった後で、結局そういうことですね。とか、最終的にはそういうことなんですね。の意味のやっぱりのことを指します。日本語のやっぱりはたくさん使い方ありますけど、このやっぱりとは違いますから、 気をつけてくださいね。violence after all これでやはり暴力となります。今回、violence が最初にあるのはこの言葉の主役は violence だからですね。after all, violence でも同じ意味ですからそれでもいいですよ。sentence number two Violence solves everything.Violence は暴力。solves は解決する。everything はすべて。これはとても簡単ですね。solves everything といえば暴力ですから、このセンテンスはそのままイディアムとして覚えてもいいかもしれません。これを2つ 合わせまして。violence after all. やはり暴力。violence solves everything. 暴力はすべてを解決する。これで完成です。ちなみに、一つの文として、やはり暴力はすべてを解決すると言いたいときは、after all, violence is everything. あ、間違えた。After all, violence solves everything. か。violence solves everything after all. か。violence after all solves everything. で、できますよ。全部意味は同じですけど、強調をしているところが違うんだけですね。after all の前に強調したい言葉が入ることが 多いですから、この三つは、ここを強調しています。その時の気持ちで使ってくださいね。上者 !Holy motherfucking violence.What the fuck solves everything t h n fucking violence? みなさん、わかりましたかわからないことは、どんどん質問してくださいね。日本語の間違いも 教えてくださいね。学びの姿勢を大切にしています。南部式にしてほしい言葉もあったらいつでも教えてください。Twitter では南部式1秒英語教室もやっていますから1秒で南部人になりてえやつがいましたら来てくださいね。それでは皆さん Happy studying! Thanks for watching!